marvelous. ジャスミン様、蛇女との戦いは見させてもらいました。飛ばさせていただきます。 戦火の宴に参っちゅう。いざ鎮魂の夢に参っちゅう。戦いに情けは必要ない。はい。受けてみな。舐めてもらっちゃ困るよ。受けてみな。悪しき命、神に返しなさい。はい。舐めてもらっちゃ困るよ。 Smash it!
心配するな。そう簡単にくたばりはせんわ。ユミよ、あたしの負けじゃ。勝ったのは私だけの力ではありません。さゆり様への思い、女王を力にして戦いましたから。ユミよ、それでも私は女王を否定する。なぜそこまで。どうして私が元カグラだと思う。カグラの称号を捨てたからじゃ。妖魔との戦いで私は仲間の生死の危機と妖魔へのとどめを天秤にかけてしまった。ほしかしそれが原因で私は妖魔を取り逃がし、仲間は命を、私は自分にカグラ失格の烙印を押した。情を抱いた者は確かに強いかもしれん。しかしそれは同時に危うさでもあり、妖魔と対する時に弱点となるだろう。私はアスカさんから前に聞きました。心に刀と盾を持っている、それが本当の強さだと。刀と盾か、半蔵の言葉じゃの。攻める刀だけではなく、守り抜く盾も持つ。相反するものを内に秘めるのが強さなら。危うさを、弱点を持った強さこそ本当の強さなのではないでしょうか。危うさや脆さのない強さは、私には刀だけの強さに思えるのです。強いけれども弱い、弱いけれども強い、それでいいのではないでしょうか。そんな考えはやはり甘いのでしょうか。甘いわい。甘いんじゃが、こいつは一本取られたの。さゆり様。とは言ってもの、年寄りは頑固なんじゃ。この年で考えを変えることなど簡単にはできん。だからお前は自分の道を進めばいい。若い者には特権がある。自分で道を切り開く特権がな。私からの話は以上だ。あとは若い者同士でやるといい。私は疲れた。少し休ませてくれ。